鶴山ー線工場跡地八総鉱山は、かつて福島県南会津郡の田島町及び立岩村に所在した鉱山である。江戸時代末期にすでに採掘の記録があり、1876年の文部省による国内鉱物資源調査報告書、各府県、金石試験期にも記載されている。銅、鉛、亜鉛、硫化鉄を算出した。明治に入ってから、 地元住民が採掘を始めるが採算が取れず、古賀財閥創始者の古川一兵衛が工業権を取得した。古川は前後して入手した足尾銅山で大成功を収めたことから、八層鉱山の開発に本格的に着手することはなかった。1906年に池上中三郎が工業権を譲り受け、鉱山開発を行い、1919年の旧山まで採掘。 精錬を行った。1928年、久原工業に採掘権が移り、1933年日本工業が所有し、日万工業の経営を経て、1946年に休山した。本格的な創業は、終戦後で、住友金属鉱山が1949年に買収して、翌年に開発に着手、旧立岩村川の旧八層鉱山と、 旧田島町川の旧滝野原鉱山を通道港で結び、旧田島町川に先行場を設けた。囲碁手として銅山として経営され、他に鉛、亜鉛、硫化鉄を産出した。最盛期は1956年から1961年までで、この期間の年間平均生産素行量は約16万トンに達した。 この時期の従業員は500名以上であり、家族を含めると約2300名が居住し、田島町立八総高山小学校が設置されるほどに栄えた。1970年7月に終わり放りし、9月に閉山した。その翌年、小学校も廃校となった。その後、同社が旧廃止高山校排水管理事業として中和場を設け、 排水の水質管理を続け、現在は、金属工業等公害対策特別措置法に、基づいて、指定公害防止事業機関が、公害防止業務を実施している。現在、現地には、先行場跡地に稼働中の中和処理場があり、通り道交跡、交際沈殿池き跡,跡、先行機械の基礎コンクリート跡等が残る。コンクリート溶壁で整備された、最高用の道路は、 荒海山への登山道に利用され、小学校跡地はオートキャンプ場になっている。1950年12月に荒海村立滝の原季節分教場。1956年1月に田島町立荒海小学校八総分校。同年4月に独立した小学校となった。現地案内版では、財団法人資源環境センター。ありがとうございます。